桜井市の大神神社では名護市の大祓を前に罪や汚れを払い無病息災を願う血の輪くぐりが始まりました大神神社の血の輪くぐりは年の前半についた罪や汚れを払い後半も元気で過ごせるように願うものです神社に登場する血の輪は通常一つですが大神神社では イネ科の千賀屋を束ねた2メートル余りの大きな輪を3つ並べています。輪の上には神様が宿る木とされる杉・松・榊がそれぞれ掲げられています。下死の今日、参拝者は中央の輪から入り、八の字を描くようにして血の輪をくぐり抜け、無病息災を願っていました。 あの3つの輪があったのがびっくりいたしました、心清らかになった思いです後半は元気に、できるだけ前向きに、なんかこう、今月30日には、体についた罪や汚れを落とす儀式、名護市の大払いが行われる予定で、茅の輪は来月9日まで設置されているということです。